はい、さん、スタジオ入られますおはようございいまます。およいます。ろししく願えっとーゲームのーそうですねあまりやったことがないお仕事だったので少し驚きましたねでも声のお仕事には以前からすごい興味があったのでとても嬉しく思いました。 まあでも今やるもので多いジャンルはアクション系が多いですね。RPG RPG でもアクションとかの方が好みですね。うーんまあ印象で言うと女性らしいとは言えないこうそういう時代を強く生きている、まあ、どっちかといえば野性的な女性っていう印象がすごい強かったですね。とんだ勘違いね。 今度会ったら、あいつは殺すから。あいつ。ちょっとうーん、そうですね。まあいつもと違うことばっかりなので、やっぱりすごく難しいですね。で、声のお仕事をするたびに思うのは、やっぱり普段やってるお芝居とは全然違う筋肉を使うというか、なんか感覚的なところも全く違うものが働いて、すごい。 難しいいなと思いますねやっぱりその自分の動きであったり呼吸みたいなそういうものが伝わりにくい分、まあ、いつもよりはっきりと喋ったりとか単語を立てるそうそうとかるあと気をつけるのは、まあ、長いセリフとかがある時に話し出しのトーンが一定にならないように気をつけるとかでもやっぱりすごい素人なのでそのぐらいですね。 私は一匹でも多くあやかしを借りたいそれだけあ,ありがとうございますあの春さんこのシーンなんですが、はい、主人公と、えー、初めて会うシーンですのではいもう少しあの突き放すような感じでお願い,いできますかよろしくお願いしますはいお願いします私は一匹でも多くあやかしを借りたいそれだけちょっと待て あのそういうどういう手法をとって撮影しているかっていうのを例えば本当にテレビとかで拝見はしていたんですけど本当に目の前にしたら迫力があるぐらいのカメラの数でちょっと、うん、びっくりしましたね。で、まあ、その内容までは知らなかったので初めてのことばっかりででもすごく新鮮で面白かったです。えっとそうですね私も。 初めてのこういう挑戦で参加させていただいてすごいストーリーも壮大ですしバトルアクションもすごい楽しめるものになってると思うのでまあ私もまだ完成品を楽しむのは先になると思うので皆さんと一緒に楽しめる日が来るのを私も心待ちにしていますので皆さんも是非楽しみにしてください。